はい、こんにちは。タックライフチャンネル、タックです。はい、今日はですね、今撮影している時間が9月の26日の深夜ね、4時を回ったところですけども、この前日、9月25日といえばですね、巷は、iPhone6S の発売日ということでですね、結構賑わってると思うんですけども、まあ僕の方はね、残念ながら、予約が遅かったのか、発売日に手元に届きませんでした。しかしながらですね、この9月25日、僕の方もね、実は興奮する一日でした。というのもですね、なんと我が家に次女が誕生しました。ちょうどですね、12時間前、夕方のね、4時に、帝王切開でね、生まれたんですけども、まあね、早産の危険性もあったんですけども、まあね、無事、安定期じゃないな、なんて言うんだったっけな、まあそのね、出産していいよっていうね、週まで、持ちまして、37週と5日で出産することができました。まあね、帝王切開でね、うちの嫁も本当に、頑張ってね、今も頑張ってくれてるんですけども、とりあえず無事生まれたということで、安心した次第でございます。じゃあ早速ですね、せっかくなんで、我が子の娘のね、顔をちょっとご覧いただきましょう。どうぞ。はい、ということでね、ご覧いただきましたように、赤ちゃんですね。本当にね、顔が長女の時はね、そんなにね、赤いっていう感じはしなかったんですけどもね、なんかね、今日は赤ちゃんだなっていう感じがしました。ということでね、今日の動画は無事次女が生まれたという、動画でした。それでは。